そうですね、日本人の恋愛についていろいろ今からじゃあ教えてあげますね。ないですよ、それは多分ダメなみたいね。山梨の女性からなんか好きな男はいるんですけど言えない、実はダメみたい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私の友達の中で、うん、Facebook から会って今恋人になってる。今5人がなった。それで結婚する人とかもいるんですか？それはいるか人はあまりわかんないです。それはわかんないね。それは最近の若い人がやる感じなんですか？若い人でもね。そういう騙す人もいるんですか？はい、いますよ。家族いるの人たちもいるんですけど、なんか自分で独身とか言って騙す人いっぱいいる。気をつけないとダメ、うん、それはちょっとルーソーですね。ルーソー、ルーソー、はい、悪い人、悪い、はい、悪い人です。それで家族たちは別れるぐらいもいるわ、その人。違う話というか別の感じにすると、そう、日本人って一人暮らしをしている人が結構多いんですよ。ママみたいに今言うのはアキサみたいにでしょ？そう、私みたいに一人で住んでる人なんで私日本人だとその大学を卒業したりして、一人で家を借り、小さい部屋を借りて住む人とかも多くて、まあ、自分の一人の自由な時間が多いから、まあ、それを守りたいみたいな人も結構いるんですね。で、なんかミャンマーはあんまり一人暮らしってないじゃないですか。ないです、うん、家族とそのまま住んでいたり、はい、田舎からヤンゴンに来た人でも、あの寮じゃないけど何人かで一緒にシェアして家に住んだりしますよね、はい、そうですね。だからミャンマー人にはあんまりその自分の時間をなくしたくないから恋人は欲しくないって人は少ないのかなって思うんですけど、家族と住んでいて、はい、あ、はい、早くちょっと恋人を作って自分と、まあ、結婚して結婚した人と一緒に住みたいみたいな、そういうこともあったりするんですか？はい、しますよ。それ女性の方は多いね。それ家族ね、いるから、だから彼氏作ってその人に隠して、はい、その人と一緒に住みたいとか暮らしたいとかいると、うん、ミャンマーでその例えば30歳とか35歳とかなって家族と住んでたら親からいろいろ言われたりっていうことはあまりないんですか？ありますか？早く結婚してくださいとか。ありますよ。うるさいよ親はるかしさね親とか親よりね、親戚とか周りの人たちは言う。うるさい、彼女とか彼氏とかいないの、椅子かごするの、椅子も聞く、うるさい。それですね、なんか日本とやっぱそれは同じですね。同じですか？でも日本はその親と別々に住んでいたら親と会う時しか言われないですよね。そうですね、うん、だから1年間に2回ぐらいそのいろいろ言われるのを我慢すればいいかなと思うけど、一緒に住んでいて毎日毎日言われたらちょっと嫌になりそうですね。そうですね、一緒に住んでなくてもハナなんか毎日お父さんと連絡取ってない？取ってるです、うん、毎日談話ね、しないから怒られるそうですよ、でもハナは若いからあれか、まだ10代だもんな。でもね、ミャンマーはね、お父さんはね、娘だとね、隠してない方が好きだよ。あー、そっか、寂しいな、お父さんからしたら。寂しいではなくて、自分の娘は自分の目の中ですごく可愛いし大事から、他の人にあげたくない、もったいないなんかみたいに。そうだ、今お父さんも独身だからはるかはさ、お母さん、はるかもお母さんと頻繁に連絡取ってるでしょ？はい、毎日2、3回ぐらい。そうだよね、言われない？言うわ、言わ、前は言わない。でも、うん、今年、23になって多分ね、できればお母さんは24、25ぐらいに、5ぐらいに隠してほしいみたい。どうして、まあ、お母さんと私は女性2人でから、なんか男、うん、男性とか1人いればいいじゃないの、うん、みたいに。なるほどね。
でミャンマー人って大体何歳ぐらいで結婚する人が今多いんですか？大体いいのは27、28歳ぐらいはみんな隠していいと言ってたね、それ女性から。でも今は何歳とか、若いでもすぐ隠せる人もいるし、なんか30歳以上でもいるから。ハナ何歳ぐらいと思う？自分で好きから何歳でもいいよ結婚するアベレージは男の人は31歳ぐらい、はい、うん、女の人は29歳ぐらいで結婚する人が多い。でも自分そのままその年で結婚するも18歳とか19歳結婚する人もあるよ。それあれかな、あのヤンゴーとか都会と田舎で違うのかな。そう、田舎だと早い結婚するのは、うん、も一緒ですかね、こういうのは。私、鹿児島県っていうところで生まれて、沖縄の次に南の場所なんですけど、あと大学が福岡という場所だったんですね、はい、九州ってお二人分かりますか？花さんと遥香さんは。分からないです。そこにずっと子供の頃から大学生までいたので、はい、子供の頃からの友達とか大学の友達はみんなそこにいる人が多いんですね。そっちの方は結婚するのが早いので、だいたいみんな25歳とか26歳ぐらいで結婚するんですよ、はい、私はその時も仕事で北海道にいたり東京にいたりしたんですけど、結婚式をしますという連絡をもらって、いつも飛行機で九州に帰って、結婚式のお金もあげなければいけないんですよね。はい、そうですね25歳、26歳の時はそのとてもハッピーなことなんだけど、私のお金はどんどんなくなりましたねそうだね結婚式のさ、ご祝儀が高いよ、まあ、高い、まあ、妥当なのかもしれないけど、3万円なので、ね、うん、日本って基本的にお友達は決まってるですか？大体決まってるのかな、うん、北海道は1万円とかだけど、ね、大体どこも3万円、お友達は。今は決まってないですけど、なんか友達とか親戚とかは、うん、人によって違う。少ないにしてもいい、多くしてもいいみたいに。なんか決まってないのもちょっと困りますね。なんかそうだね、あの人は少なかったって思われたくないし。はい。確かに。最近も私友達たちもね、隠してる人は多い。やだお金かかるから。そう、お金かかる、やだ。私もまだ結婚していないんですけど、今私30歳なんですね。で25歳26歳ぐらいの時にいつもその結婚式でたくさんお金を払っていたので、はい、自分が結婚してももう帰ってこないくらいたくさん払ったかなと思いますねそうですか。ごめん、今ね、一個話したい。和也さんは、はい、今何歳に結婚するんですか？そうですね、前から30歳ぐらいで結婚したいと思っていたんですけど、はい、もう30歳になってしまったので、うん、いつ結婚するかなと思いますね。彼女もいるんですか？あ、彼女は今いますね。日本人ですか？今、ミャンマー人の彼女がいますよ。そうですか、はい、そうですいいね。今どこにいるんですか？彼女は今、日本にいますね。彼女は日本に？今、カズヤさんは、うん、あ、私も日本に今います。じゃあ今、二人とも日本なんですね。うん、そうですね。埼玉という場所に住んでいて、東京の近くですね。うん、東京の近くに住んでいて、だいたい1ヶ月か2ヶ月に1回ミャンマーに行って2週間ぐらいいたりとか、そういうのが多かったんですけど、1年間の3分の1ぐらいミャンマーで、残りは日本でっていうのが多かったんですね。2月12日かな、最後ミャンマーにいたのは。それから日本に帰ってからは3月もチケットを買っていたんですけど、もうミャンマーに行くことはできなくなってしまって、飛行機がキャンセルされてしまって、それからもう一回もミャンマーに行ってないので、もう半年以上ミャンマーには行けていないですね。でも彼女は今日本からいいね。そうですね、日本にいるから、まあ
会うことはできるのでいいですね。あ、じゃあ出会いは日本で出会ったんですか？そうですね、まあ、最初に会った時はミャンマーかな。モーラミアイですか？ヤンゴンですね。そうなんですね、はい、え、出会いはどこだったんですか？これ聞いてるか自分で会社をやる前に別の会社で仕事していたことがあって、その時にも仕事でミャンマーに行っていて、その時に出会いましたね。どこでですか？職場かな。職場恋愛ですね、はい、なるほど。仕事関係素敵ですね、はい、今彼女は日本に仕事してるですか？あ、日本で仕事をしてますね。いいね、今の時期に日本に2人ともいるから会えるですね。そうですね、うん、コロナとかなっちゃったらね、やっぱり遠距離恋愛だと大変ですよね。遠くにいる恋人だとね、大変ですよね。いいねいいね。そうですね、ちょっと恥ずかしいですね、なんか結婚するからどこに結婚しますか？ミャンマーも結婚するし、日本にも結婚しますか？あ、結婚式ですか？はい、はい、あ、結婚式はやっぱりミャンマーでやりたいですね。いいね、私たちも言ってくださいね、うん、ぜひぜひ。はい、よろしく。でもこれもに日本人の考え方だけど、結婚式は奥さんのためにやるものでしょう。あ、そうですね。そう、ミャンマーも同じですよ。女性の方を大事にするね。彼女の友達とか知ってる人がたくさんいる場所の方がいいかなと思って、そうしたらミャンマーの方がいいかなとは考えているところですね。でも日本にももう一回結婚しないんですか？まあ、なんか写真撮ったりとかそういうのはいろいろするかもしれないですけどね。ミャンマーだとそういうふうにするわ。男の方に一回、女性の方に一回みたいな。そうねえ、そうなんですか。2人とも田舎だと男の方の田舎にもするし、女性の方の田舎もするね。でもその2人会うのはヤンゴンだと、ただヤンゴンにも1回から3回ぐらいになる。え、日本だとさっきの私の話じゃないけど、その結婚式のために友達とかが飛行機とかでわざわざその場所に行くことが多いんですよね。で、遠くても友達とかみんな集まる、そこにホテルを借りたりして集まるんですね。ミャンマーはそうじゃなくて、男の人の知り合いの人たちはその田舎の場所に結婚式をして、女の人の方の知り合いたちはその田舎で結婚式で、ヤンゴンの知り合いの人たちはヤンゴンの結婚式に来るということですか？はい、そういうことです。そうなんだはい、みんな来てくれたら1回で終わるからいいのにねそうですねそうですね。そういうこと言ったら怒られるのかなあれだね、花ちゃん、よかったじゃん。あの、和也さんの結婚式に行けば日本人に会えるかもしれない。あ、そうですね。私も呼んでください。はい、じゃあ、皆さん招待します。早く結婚してください。全然さ、お祝いする気持ちがないじゃないか。でも、日本だと結構その、結婚式って出会いの場所の一つでもありませんか？確かに。ああ、そうですね。そうです、そうです。その、なんか、例えば、全く知らない人でもそうですし、高校一緒だった人でも、そこでまた再会して出会いが始まるみたいな。よし。よしとは。よし。楽しみができたね。よかったね。そうですね。いや、いつとは言ってないでしょ。あ、そっか。そうです、早くやる方がいいですねでも今30歳で決めたから、もう30歳からもうすぐでしょえ、めっちゃ面白いそうですね、なんか謎の結婚を早くした方がいいっていうプレッシャーを今感じ始めましたねそれさ、僕にも刺さるからやめてほしい。社長は結婚したいんですけど、それはいないでしょ
なんだよその言い方。ほらの子逃げちゃうの社長。今僕にはね養わなきゃいけない子供がいっぱいいるからさ。あーそうですね、パパね。子供たちのためですか。いやもうみんなの可愛くて仕方ないからさ。それはそうですね。そうですね。そこは否定しないです。それはそうです。じゃあしょうがないね。ママも。ママいつ結婚しますか。結婚しようかな。ママまだ18歳からいいよ、ゆっくり考える。18歳。そうですね。あ、私忘れました。ごめんなさい。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それでは、はるかとはなとあきとかずとかずやでした。またー。